李善蘭李善蘭李善蘭ン,ン,ン,ンは水のラ宿ジは秋新末の数学者。石膏省加工会、ネ出身。幼児より、経学、数学に優れていた。15歳で、機化原本六巻を読破した。17歳で、講州の里見を受けて、不合格となるが、この頃から天文学、歴法の研鑽を積み、 数学家として知られるようになった。35歳で、法円専用、小屋、経費、対数もと無限の3つの数学の著作を発行した。1852年から1866年まで、上海の住み会所管の変役スタッフに招かれ、アレクサンダー・ワイリーと共に、秋オニ・マテオ・リッチと、女行系が訳さなかった、企画原本の後半休館の訳を完成させた。 他に、ワイリー、アレクサンダー・ウィリアムソン、ジョセフ・エド・キンスラと共に、ダンテン、トモルガンの、大数学、エリアス・ルーミスの、大遺石十級、また、塩水局戦説、ナタン・スーリ、重学、植物学などの本を訳し、これらは、住み会所館から刊行され大きな反響を呼んだ。後には、祖国藩のブレーンを務めている。1868年からは、 同文館で教弁をとった。著作には即古積採算学13種、考え数値法などがある。李前欄は翻訳にあたって多くの数学に関する名詞を発明した。関数、微分係数、全微分、微分方程式、急数、微分、積分、横軸、縦軸、曲線、曲率、曲大、接線、影関数、要関数などである。 数学以外にも、植物などの訳語を創作している。多くの役所が日本にも持ち込まれ、その用語が現在に至るまで使用されている。企画原本15巻種11巻。京都大学基調資料デジタルアーカイブ。2020年12月8日閲覧。高伝造。近代日本における、関数の概念とそれに関連した事柄の需要と、普及。 数理解析研究所高七6 7 8 7 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ hdl.handle.net スラッシュ2433スラッシュ1727642020年10月24日閲覧。表率書。数学史。研究162号。和産の館。2020年10月24日閲覧。日本哲学史創前書第六巻平凡者。 1956年、全国書紙番号5100万2270。ありがとうございます。